はいどうも、フらちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、最強のアクセサリー、まあ上から下まで全部やっていこうということで解説していきたいと思います。まあアクセサリーって言えばさ、まあこうやってあのたくさんあるわけなんですけども、まあ、やっぱり、ね、あの顔のアクセサリーって言ってもいろんなものあるじゃないですか。ダークアイとかなんかいろいろこう、癒しのメガネとか、そういうのがあるんですけども、最終的に一番その需要が高くて強いやつっていうのはどれなのか。まあもちろんね、時と場合によって変動することもあるんですけども、まあ今回ですね、汎用性が最も高いような最強のそちらのアクセサリー、 を紹介していきたいと思います初心者の方はいずれねこれを作るんだっていう指標になってくれれば嬉しいですというわけで早速やっていきましょう はい。というわけで、まずはこちらですね。顔アクセサリーなんですけども、こちらですね。死神のピアス。これっていうのが、まあ、最も汎用性が高くて、需要が高いかなって思いますね。まあ、もう一つあるんですけども、まあ、こちら、あの、こちら、魔剣の仮面ですね。これなんかもかなり強い。これっていうのは必殺所チャージした時に、まあ、こうやって、あの、効果が色々かかるんですよ。まあ、現状今ね、使われてるのっていうのは、魔剣の仮面と死神のピアス。まあ、これっていうのはね、どっちかって今感じになってますね。顔アクセサリーといえばもうどっちか。 まあ他にはですね、ちょっとあの時と場合によってダークアイの方がいいよみたいな、そういうこともあるんですけども、まあ基本的には魔剣の仮面か、もしくは死神のピアス、これをどっちかつけていれば何の問題もないみたいなね、そういった感じになっているんで、初心者の方はぜひともこちら作ってみてください。でですね、あの、貝のやつから作ろうと思ってる方多いと思うんですよ。まあ、貝のやつっていうのは要するに伝承元になるやつ。 例えば、魔剣の仮面の貝のやつっていうのは、悪霊の仮面ですよね。それからですね、チミチミ作ろうと思っている方いると思うんですけども、言って、伝承効果ってこれしかつかないんで、一番下のやつ。これしかつかないんで、なのでですね、まあ、やっぱりあの、最上級の、それを作った後に、貝のやつを作って伝承させる。そういうのがやっぱり効率的だと思いますね。まあ、普通にね、あの、伝承なしでも全然強いんで、こういった上位のアクセサリーっていうのは。なので、まあ、こういったですね、上位のやつを先に作ってから、あの、貝のやつを作る。まあそう というかか、まあ、戦力にもななるのかなっていいうう感じはしますねというわけでこちら顔アクセサリーは死神のピアスかもしくは魔剣の仮面ということでこちらぜひとも作ってみてくださいはいというわけで次ですねこちら首アクセサリーなんですけども首アクセサリーはまあ基本的に3種類ですねまあ3種類4種類か龍の鱗、脂肪の首飾り金のロザリオでこちら中性の超過ーーこれでみんな悩むと思うんですよ で、こちらなんですけども、基本的にもう中性の超過は作らなくていいです。使わないんで、基本的には、本当に。まあ、だからね、やっぱり龍の鱗っすね。これはね、本当に最近よく使う。まあ、昔はね、やっぱり金のロザリオってかなり使われてたんですけど、最近はね、そんなに一撃飛ばしてくるやつっていないんで、まあ、だから本当によく使われてるのは龍の鱗。 基本的にね、ほとんどのボスは龍の鱗だと思います。まあ、レギルラッドだったりとか、そういうのっていうのは金のロザリオの方がいいわけなんですけども、まあ、やっぱりね、龍の鱗相当強いですね。まあ、一応効果とか解説しておくと、まあ、これなんですよ。受けるダメージを30軽減するって。これじゃあ何が強いかっていうと、なんかパッと聞くとさ、受けるダメージ30軽減してなんぞって思うかもしれないですよ。これって多段攻撃に全部乗るんで、 例えば敵が4回攻撃をしてきましたそしたら1段ごとに全部乗るんで受けるダメージを合計ですね120軽減するんですよ30が4回なんで120ってわけですねでじゃあそうなると何があるかっていうと あのその分 HP がお得になると考えてください。一回これダメージを受けると30軽減するわけなんで、まあ、だからね、あの普通に龍の鱗なしの状態で HP が30伸びている状態になってるみたいな、まあ、そういった感じにもうちょっと考えてみてください。で、これなんですけども龍の鱗をつけて受けるダメージが30以下だった時じゃあどうなるかっていうとミスになるんですよ、ダメージが。それっていうのもね、めちゃくちゃ強いんで、まあ、バンマの塔とかにももう必須ですね、こちらは。まあというわけなんでね、なんか 回もその攻撃を受けるバンマの塔では、もう HP なんかね、もう10回ぐらいやっぱり攻撃受けるわけですから、1回で。で、そうなると300ぐらい HP がお得になってるってわけだし、まあ、いろんなボスね、やっぱり結構、そのその時の環境の HP とギリギリな感じでこう調整されてるんで、まあ、だから龍の鱗をつけてないと即死するみたいなね、まあ、そういったことも多いですね。 バラシュナなんかも多段攻撃多いんで、これが最も有効。まあ、つうわけなんで、真っ先に作るって考えたら、やっぱり竜の鱗なんじゃないかなと思います。で、2番目に金のロザリオ。で、まあ、こちらの脂肪の首飾りなんですけども、まあ、作った方がいいんですけど、まあ、正直これね、あの、あんまり無理しなくていいです。まあ、レグナードだったりとか、その辺ですね。まあ、作ることはあると思うんですけども。 まあ最近あんまりこれつける場面ってないんでね。魔、まあ、法使いでも最近は龍の鱗つけてることが多いんで。まあだから、そうですね。もう真っ先にこの龍の鱗、これっていうのは作ってください。まあこれ幸いなことにね、貝のアクセサリーがないんで、伝承なしで OK なんでね。いや、これは非常に楽なんで、もうこれはですね、ドラゴン倒してさっさと手に入れてください。はい、というわけでこちら、もう首のアクセサリーは龍の鱗でした。 はい。というわけで続いてですね。こちら指アクセサリーなんですけども、指アクセサリーはこの2つで決まり。もうこれはほんと決まってますね。武人将軍の指輪か、魔導将軍の指輪。まあこれですね。2つで1セットみたいな感じなんで、まあ出るとき2つ一緒に出るんでね。まあだから多分同時に作れると思います。まあ基本的にもう指アクセサリーっていうのはもうこれですね。一択みたいな感じになってます。で、どうしても体勢が足りない。そういうときにようやくね、こういった体勢の指輪とか装備することはあるんですけども、まあ基本的にないっすね。 あの指輪をつけるほど体勢が必要って場面がないんでとなってくるとやはりこちらですね物心将軍か魔道将軍、まあ、どっちかになるわけですよ。 効果がめっちゃ強いですよね。攻撃力めっちゃ伸びるし、行動時にバイションとか、そういうのがかかるんで、まあこちらの攻撃力時間が15秒増加っていうのはまあどうでもいいんですけど、この行動時にバイションだったりとか、行動時に早読み、これがかかるっていうのが相当強いわけですよ。まあこれをつけてないと、結局ですね、行動時にバイションがかからなくなるわけですから、 ま、こちらの武人将軍をつけることで、まあ、普段ね、絶対にできないことができるようになるということですね。行動してるだけで売信がかかる。これっていうのはこれをつけてないとできない効果ですから、まあ、HP が伸びるとかそういうあれじゃないんでね。まあ、だからこれっていうのはやっぱりね、火力色であれば武人将軍。まあ、魔法使いだったらこっちか。魔導将軍ですけども、とにかく指のアクセサリーっていうのは今こっちの2択、どっちかになってます。まあ、というわけでね、こちらあの、一緒に出るんで、サクッと作ってしまいましょう。 はい。というわけで次、胸アクセサリーですね。胸アクセサリーなんですけども、まあ、アンクですね。アンクつけましょう。というか、アンクしかないです。はい。今んところアンクしかないんで、これ絶対アンクつけてください。まあ、というわけでね、これで終わりなんで、まあ、その調子で腰アクセサリー行ってみましょう。こちら、腰アクセサリーなんですけども、やっぱ最近はですね、これ、奇跡のベルトか、まあもしくは先人のベルト。まあ、このどっちかになってるわけですね。まあ、そうですね。あの、もう一個あるんですけど、豪遊のベルト。 これってどうしても HP を伸ばしたい場合にしか使わないんで。まあ、初心者の方は持っといて損はないと思うんですけど、最終的にやっぱり基本的にもうつけるのは、こちらの奇跡のベルトか、まあ、こっちのね、あの、邪神のベルト。これどっちかなんで。で、こちらの奇跡のベルトなんかは、物によっては HP が伸びるんで、まあ、HP を伸ばしつつ攻撃力も上げるみたいな、そういう紙ベルトが出れば、まあ結構優秀ですね。まあ、終わりがないんでね、これ集め方に。まあ、だから、本当にあの、邪神を回りまくったりとか、 もしくは王家の迷宮をね回りまくって紙ベルトを頑張って出してくださいまぁ、あ、ちょっとね努力が報われない感はあるんですけども長年やってればそのうちね紙ベルトと呼ばれるものは出るんで 基本的にいい効果が2つついたものを探してください。例えば、レグナード行きますっていう時。で、自分持ってないんですけど、例えばドラゴン系ですよね、あいつって。レグナードって。で、ドラゴン系9%になんか魔力がついてますとか、ドラゴン系9%に、まあ、例えばまあね、こっちの刺さればいいんですけど、光の特技の攻撃ダメージが12%みたいな。まあ、そういったですね、なんかしら最大値の効果でなんか刺さるやつ、それっていうのが2つ以上ついたやつっていうのは基本的に 神ベルトということになりますね。まあ、例えば攻撃14と虫特攻とか、まあ、そういった攻撃と何かしらみたいな、そういった感じのやつをぜひとも探してみてください。で、まあ、そういう感じですね。あの、こっちのベルトっていうのはもう本当に努力が報われない感はすごいんですけど、まあ、毎日頑張ってください。まあ、いい感じにね、邪神回ってんで、あとは週1でしっかりとこう、OK の迷宮を回る。そうすればいつか必ず手に入るんで、ぜひとも集めてください。 はい。というわけで次、こちらですね。札アクセサリーなんですけども、こちらっていうのは神秘のカードか不思議なカード、どっちかになるわけなんですけども、不思議のカード、絶対にこれです。一択。 あの神秘のカードってあるんですよあの知らない人も多分多いと思うんですよ。まと、あ、うあでね、こっちの不思議のカードは手に入れられるんですけど、まあ、その神秘のカードっていうのは、カジノでしか交換できないといった感じなんで、でそれでつく効果がね、本当に貧弱なんですよね。まあ、あの最大で、神秘のカードっていうのは、HP12 しかつかなかったり、攻撃力がね、あのたったの6しか伸びないとか、ところがこちらの,あの不思議のカードっていうのは、それですね、最大効果以上なんで、まあ、その神秘のカード ×3 みたいな 感じなんでね。 まあだから、神秘のカードでね、効果1個だけで、HP4 が3つで、ようやく12%つけられるやつを、不思議のカードであれば、たった1枠で HP を15も伸ばすことができる。攻撃力だって8伸ばすことができる。まあとにかく、あの、神秘のカードってマジでいいことがないんで、まあ人によってはね、なんか神秘のカードをその大事にしていこうみたいなさ、神秘のカードってめっちゃ大事ですよみたいな、そういう方いると思うんですけども、そんなん気にしなくていいです。不思議のカード作ってください。まあこちらですね、あの、不思議の的。 あれを回ってください。バージョン3に行けば多分できたかな。バージョン3に行けばできるのかどっちかは忘れましたけども、とにかくバージョン3のね、あの高い塔が的なんで、ぜひともね、見かけたら登ってください。はい、そういうわけでね、まあこちら札アクセサリーなんですが、絶対にこれ、不思議のカード一択ということです。 はい。というわけで続いてですね。続いてはこちらの、その他アクセサリー。これなんですけども、これはですね、第一の大流局。まあ、基本的にはもうこれですね。基本はもうこれ一択って感じです。で、敵によってちょっと変わるぐらいですね。 まあ、レグナードだったら、こちらの風雷の印籠だったりとか、まあそういうのをもちろんね、つけることになるんですけども、やっぱりね、全体的に、もう多分9割ぐらいはもう大地の大理国でいいと思います。で、こちらのパワーチャームね、たまにあの、メイブレベル5とかやってるとつけてる人いるんですけど、これ絶対つけない方がいい。 まあ、本当にね、あの、1秒でも短縮したいような、そういうタイムアタック勢に関してはいいかもしれないですけど、まあ、普通にあの、パワーチャームってね、基本はもう使わないんで、で、まあ、あとはこっちね、表安の付け飾りだったりとか、そういうのっていうのは、本当にあの、ごくごく一部の敵にしか使わないんで、まあ、どれをやるかって言われれば、そのタクセタリーは第一の大流局ということで、まあ、これ HP ね、つけるだけで50も伸びるんですよ。これを外して別の体勢をつける、あんまり考えにくいんでね、レギルラッドとか、あと、 レグナードぐらいかな他になんかこの第一の大流玉を外して風雷の印度をつけるとか、まあなんか氷腕の付き方につけるとか、まあそういったぐらいしかないんでね。まあだから初心者の方っていうのは真っ先に第一の大流玉、寄り道をせずに作ってください。はい、そういうわけでこちらですね。そのタアクセサリーは第一の大流玉ということでした。 はい。というわけで、こちらですね、紋章。紋章ということなんですけども、こちらはですね、まあ、なんか、なんちゃらの紋章みたいなのがいっぱいあるんで、ハルファスの紋章だったりとか、アガレスの紋章だったりとか、まあ、大紋章とかありますね。まあ、これ上位なんですけども、まあ、こちらですね、あの、バンマの塔を回ってください。バンマの塔に行けば、そういったハルファスだったりとか、そういうのがもらえるんで、まあ、あとはね、なんか、始まりの紋章とかあるんですけども、そういうのは付けなくていいということですね。まあ、とにかく、ここのアクセサリーっていうのは、バージョン5に行ったときに、バンマの塔っていうコン テンツがあるんでそちらでですね。あのこちらを集めてください。それぐらいしか今つけるものがないんで。まあ一応ですね。アクセサリー屋にいけば、なんかこちらの紋章 hp3 ぐらい伸ばせるかな？確か最大の効果全部つけて。まあそういうのもあるんですけども。もまあ、そんなんやってるよりもね。やっぱりあのバージョン5。なんでさっと上げてで、さっとあのこちらのアクセサリーを入手してしまう。そういうのがやっぱいいんじゃないでしょうか。はい、そういうわけなんでね。こちら紋章は、えー、こちらのハルパスの紋章だったりとかまあ、そういうやつはつけてください。 はい、というわけでこちらですね、最後、職業の証枠ということなんですけども、これはですね、んー、なん つ通かね、いろいろこう、ちょっと考えたんですけど、まず、職業の証は、まあ、いろんな職業を持っといた方がいいっていうこと。ま、あ結構使う場面も多いんでね。まあ、ただ、やっぱりね、最近多く使ってるっていうのが、まあ、汎用性で考えると、やっぱりこちらかなって思いますね。ガナン帝国の勲章っいうことで、まあ、これつけるとですね、HP が、ま、最大の効果いろいろつけてるんですけど、ま、あ最大で19上がるということですね。であと、器用さも20上がるし、攻撃魔力も5上がるし、あと攻撃力も5上がるんで、まあ、これっていうのは、 やっぱりね HP も伸ばせるんで結構汎用性は高いのかなっていう感じはしますね。 で、ちょっと一部のガチ勢の人っていうのは、まあこちらですね、無限魔王の勲章。これっていうのをつけてるわけです。これっていうのはね、あの、行動時1.5パンでテンション消費なしだったりとか、まあもしくは攻撃時にね、ちょっと貯めるだったりとか、まあそういうのがあるぐらいなんで、まあちょっとね、こちらタイムアタック向けになっちゃうんで、まあやっぱり初心者の方っていうのは、とりあえず目立つのは、ガナン帝国の勲章ということで、職業の証はね、あの、まあぶっちゃけあの、職業クエストやんないと手に入んないんで、まあだからサクッとね、や やっぱりあのその場ですぐに手に入るっていうのがガラン帝国の勲章なのかなって思います。ボスが結構強いんでね、まあ、そこだけちょっと苦労するかもしれないですけど、まあ一個持っとくといいんじゃないでしょうか。そういうわけなんでこちらですね、職業の証枠っていうのは、ガラン帝国の勲章が非常に汎用性が高くておすすめとなっております。 はい。というわけでいかがでしたでしょうかまあ、たくさんですね、アクセサリーあると思うんですけども、まあ、今回紹介したやつっていうのは非常に汎用性が高くて、まあ、今後も色々使える場面が多いよっていうことです。まあ、他のアクセサリーたくさんあると思うんですが、そういうのっていうのは、なんつうかね、場合によるぐらいの感じで使う時があるぐらいなんでね。まあ、だから敵によってはもちろんそのアクセサリーが必須みたいな感じはあると思うんですけど、全体を通してみると、今回紹介したアクセサリーをとりあえず持っておけば、まあ、いいのかなっていう感じはしますね。まあ、というわけで、 初心者の方ぜひともこちらのアクセサリー作ってみてくださいそういうわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは皆さんまた会いましょうさよなら